理やなと思ってやめてしまうんじゃなくて、ちょっと自分の中でやってみて、もしかしたら違う場面でできることがたくさんあると思うので、まずはやってみて、そこで判断してほしいなということと、今、一番目に出てきたディフェンスの部分で、やっぱり今、前からも言われているコミュニケーションの部分をもっともっとしっかりできるようになっていったら変わっていくなっていうのを見ててすごい思ったんで、まあ、これから、まだ継続して、コミュニケーションの部分を意識してやっていきましょう。オフェンスの部分は、結構クイックの攻撃とか、溜めた攻撃を使い分けてできるようになってきているんで、あとは、ディフェンスの部分で特にセンターバックを中心に、コミュニケーションを取りながら守れる、キーパーがセーブできる率を上げていけるように、チームで取り組んでいるところで、そのディフェンスの精度っていうのを上げていくことがまた課題でもあり、そこに向けて今いろいろと挑戦しながらやっているところです。ただ運動能力の高いやつとか体の大きいやつ、ただ練習量が多い人間が勝つんやったらスポーツ面白くねえじゃん、じゃなくて判断、状況を見て判断に加わって、その判断に合わせて自分の体を動かせてうまくやった人間がウィーン勝てるって言ったら面白いやん。そういうハンドボールは大好きやん。こういう力をつけたら、もしかして運動能力が高くなくても体が大きくなくてもいい選手になれる。日本一目指してやってるんで、もう苦しい時とか辛い時でもそのモチベーションを高く、その苦しい時ほどみんなで声かけ合って練習に臨んでいます。今フットワーク中心に基本からやってるんで、その基礎をしっかりして、そのチーム力っていうものが今春にかけて上がってきたんで、熊本ではチーム力で勝負して優勝したいと思います。優勝する気持ちが絶対日本一だと思っているので、その気持ちを前面に出して優勝したいと思います。すごく仕上がってきてると思っているので、もうインターハイは優勝だけ目指して、県代表として頑張りたいと思います。選抜では悔しい思いをしたので、インターハイではポジティブな気持ちで一戦一戦戦って勝ち抜いていき優勝したいです。チームがピンチになった時にみんなのことを助けれるような選手になりたいです。ディフェンス面では強い当たりからカバーして、そのカバーから出たミスをからの速攻を重視しています。選抜では悔しい思いしたんで、インターハイでは練習したことを全て出し切って笑顔で終われるように頑張ります。絶対優勝します。熊本は最高の雰囲気でみんなで行きたいと思います。で、優勝、全国優勝を目指して頑張りたいです。